市場大橋、奥は南座市場大橋、奥の南側には東下祭館と道路を挟んで北側にポント町がある。市場大橋は京都市を流れる鴨川に架か,かる市場通りの橋。市場通りの東の先は、祇園、八坂神社、鴨川西岸にはポント町、市場河原町がある。京都を代表する繁華街を結ぶ橋であることから人通りが多い。 現在の橋は1935年に発生した洪水による被害を受けて1942年に完成した橋長65メートル、福音25.0メートルの鋼桁橋である。川の中に2つの橋脚を持つ。1965年には車道の拡幅工事が行われた。片側に車線の車道と周囲の道路に比べ幅の広い歩道がある。また、 1965年の工事で第二次世界大戦中に金属教室のため木製になっていた甲ンが付け替えられ、デザインは全国初となる一般公募で行われ、応募作品をもとに制作された。甲ンは土台にはナチ玉石が貼り付けられ、本体は白いコンクリート、手すりは金色の青銅芋の製になっている。また、ボルト隠しも青銅芋の製で、 ご所詞がデザインされている。八坂神社、社家記録によれば、市場を橋は1142年、肝心によりかけられたという。平安時代末期は、行政の機能が低下し、朝廷が作り橋を設けて、負荷により仮設することが少なくなっていたためである。以後、この橋はたびたび流出してかけ直された。 発見されている最古の記録は1228年で、この時五条大橋も流されている。1577年の掛け替え以降、橋が流されたのは、1676年、1728年、1778年、1786年、1802年、1846年、1850年、1852年である。また、 洪水だけでなく沿原の乱でも破壊された。平安時代末期から鎌倉時代にかけては、鴨川の東にある六原の交通のため幅の広い橋が架けられていた。近世より前、街道の起点である三条大橋や五条大橋が環境であったのに対して、八坂神社への参道である四条大橋は規模が相対的に小さい民橋であったが、江戸時代には三条、 五条と共に、抗義橋として幕府が管理するようになっていた。幕末の1856年に作られた42本の石柱を立て板を敷き渡した幅3軒、長さ50軒の橋は1873年の洪水で破壊された。翌年1874年に架け替えられた幅島の輸入連鉄、ラチスガーダー橋は明治末期まで使用された。 家境費用は16,830円だった。この時は建設費の償還のため通行料を取っていた。1908年から開始された京都市三大事業の道路広務地区及び京都市電付設の一環として、七条大橋と共に掛け替えが計画され、構造設計を、柴田敬作、橋梁衣装を森山松之助、山口幸吉に依頼した幅12件の 鉄筋コンクリートアーチ橋が1911年10月、寄港、1913年3月20日に竣工した。工事費249,939円。1935年6月28日夜から29日午前までに、ッタヨンパの豪雨により、鴨川計画降水量の2倍、近い推定600流米毎秒の土砂混じりの、洪水が発生した。 上流の構造物が破損、流出し、前年1934年9月の室戸台風の処理されていなかった倒木も加わって、市場大橋は流木、流材により、閉塞、市街地への氾濫を拡大させた。水害後、京都府は計画降水量を650流米、毎秒に増加させる計画を立て、河川改修に合わせて市場大橋はかけ、変えられることになった。 1941年に急鏡を撤去。1942年に現在の後半桁橋に掛け替えられた。1965年には高欄部分が新設された。出雲の奥にの像東に京阪本線祇園市場駅。西には阪急京都河原町駅がある。橋の東端は川端通との交差点であり、交差点北西角には出雲の奥にの像。 南東に南座があるパノラマ写真、京阪、祇園市場駅側から望む。ありがとうございます。